ちは。モーリスチャンネルです。最近ゼリーを作るのに凝っています。 YouTube にも上げてるので見てくださいね。 MC の J23DGF カオルです。講師はコウさんにお願いしてます。 DI3ICY コウです。よろしくお願いします。お願いします。今日は更新でのレポートがなぜ59や599が多いのかについてですね。アマチュア無線は戦前から始まり、戦争中は禁止されていました。戦後再開された頃、無線機は自作で、当然シグナルメーターはありませんでした。当時でもシグナルレポートは相手局に送信していました。メーターがないのにどのようにしてレポートを決めていたんですか？相手局の信号を聞いて自分の主観で決めていたわけです。昔 OM さんに聞いたレポートの決め方の一例です。了解度ははっきり聞こえるときが了解度5、なんとか聞こえるものを了解度4、了解度3以下は通常使いませんでした。信号強度はノイズに隠れて弱いものを信号強度1、ノイズと同じ程度のものを信号強度5、2から4はその中間で決める。ノイズを完全に抑えた強い信号を信号強度9、6から8はその中間で決める。CW の場合の音調は、市販の無線機が普及したので、9が大部分で、8以下はほとんどありません。そうすると、自分がこうだと決めたものがレポートになっていたわけですね。市販の無線機が普及すると、シグナルメーターがついていますから、メーターの示す値を読んで、信号強度を決めるようになりました。シグナルメーターの示す値は、国際アマチュア無線連合が国際的な規格を定めています。S9 は HF 帯で、-73dB、VUHF 帯で -93dB の信号値とされています。S の値の1単位は 6dB とされ、1から9までのメモリを表示しています。S メーターは S9 より強い信号の場合、プラス 20dB、40dB の表示があります。これは S9 の信号に対し10倍の信号をプラス 10dB、 100倍の信号をプラス 20dB になるようメモリが表示されています。国際的な基準があるので無線機のメーカーはそれに合わせているんですね。しかしメーカーごと無線機ごとに多少の差は出てきます。またその他にいろいろな条件で相手局との差が出てきます。送信出力の差、アンテナの性能の違いによる差、プリアンプの使用のありなし、QSB があるとき、どの時点で信号を読むか、無線機も年数が経過するとメーターに誤差が出てくることがあります。したがってメーターの示す値は絶対的なものではなくて、あくまでも参考とした方が良いと思います。そうなんですね。短時間に多くの局と交信するコンテストや記念局は、相手の信号が確認できれば59または599になります。
DX ペディションなどは世界中からファイルを受けますから、レポートはすべて59または599になります。更新では相手局のコールサインの確認とログへの入力に集中しますから、メーターは見ていません。電子ログの表示も初期値は59または599になっています。そんな理由で59や599が多いわけなんですね。主に短波帯では一般の更新でも相手局に最良のレポートを送信している場合が多いようです。短波帯で41や51と書かれた QSL カードを相手局がアワード申請で提出したとき、審査で本当に更新できたのかと厳しく見られ、相手局に迷惑をかけないため、最良のレポートにしておくのが無難です。確かに更新したのに、アワードの審査で相手局に迷惑がかからないように、いいレポートを送る方が良いわけですね。ただし、VUHF 帯では、電波の飛び方が比較的安定していますから、コンテストなどの例外を除き、シグナルメーターの示す値を送信する場合が多いようです。はい、それでは今日はここまでになります。また次回お会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。